おはようございます、はい岡山模型館のツイッターの中の人と、本日2023年3月11日土曜日、JR 西日本の大間にチャレンジしたいと思います。ここだとどこかというと、ぐるーっと回りまして JR 三宮の中央口で、ここね工事中なんですよ ね。何の工事してるんかというと、誤解のお願いということで今年の5月31日まで交番新築、あ、こんな交番この辺にできるの？できるんですね。なるほどね。あ、現在地ここですもん ね。はい、岡山模型館の中の、これね、アンドスリーパークって読むはずなんですけど、すごいですね、このスペースなんかこういろいろやったりとか、ね、ちょっとピクニックしたりとかご飯食べたりとかできるんです、ね、ところがね、なんかここもね今ね工事中というか、前までね、ここほら今工事中なんです。何をどうするのかいまいち分かってないですけどね、岩を置いてますもんね。なんか造園協力会ですよ。お前ね、なんかリニューアルするんですね。なんかちょっと庭園みたいな感じでね、なるんでしょうね。策定中、へえ。3月18日から4月9日もうすぐできますね。ほんまですね。C37 分の安行き、はい、乗ります。一応、はい、私のこれパスモなんですけど、はい、後ろカスカスやチャージしたやつでね、乗りましょう、はい、あ、じゃあ私から先、じゃあ、はい、デニムさん、はい、ありがとうございます。はい、誰もいませんね横断幕持って誰か持って見てください、誰もいませんいいですね、この綺麗さはい、ということで、まだ3分あったんです。まあ、あの今日はね岡山模型館のツイッターの中の人と2人旅におそらくなるかなと、はい、というそんな感じです。これ見ないと、なんかみんなめっちゃ撮ってるんですけど、あのダイヤ改正で新しいカレーに変わるんです。あ、それで珍しいカレーなんですか。昨日まで、次のダイヤ改正、はいはい、ちょっとせっかくなんで先頭車両見えるとこ行きましょうか。視聴者さん、ここ連日ちょっと待ってください。いや、邪魔になれへん。大丈夫。大丈夫。この連結が珍しいの。この連結、増結してるから珍しい。もう、これ、何が珍しいんか、いまいち分からへんわ。普段これ3両とかなんですよ。はいはいはい。人が多いから、1両増やしてるんですよ。なるほどね。デリカフェやん、デリカフェでこれね、そう、で、ここのいいのがトレインビューなんよ。これ絶対いいよね。今度ここでお茶しに行こうよ。しかも一番左の方の特急列車が止まる。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとピジョン君も見えていいじゃないですか。お前ね、なんかピアノみたいね俺だけそんな風に感じるそう、音鳴るとかね音鳴るで、こういうのも宣伝してんねんね。梅北開業が2023年の3月18日土曜日ですね。はい、上から電車見えるし、ここもええね。普通タダですよ、この椅子いや、まあだからで、ね、見るために座るもんじゃないけどね。で、我々ロンドンがこの8時12発ヤマト寺快速、はい、に乗ります。はい、どうなってんの、黄色青。これは黄色降りるところ、うん、で、緑がヤマト寺快速。なるほど。で、赤は普通電車、あ、で、青が関空若い場行く。なるほど、ちゃんと色分けしてんねんね。で、今ね、大阪駅を出ました。今からヤマト寺快速奈良に向かいます。奈良行きです、はい、日本で行ける中ですね。はい、梅北が変わるんよね、これね。ちょうど、この下あたりが、はい、あの来週開業するあれですね、梅
梅田の北、梅北の新しい線、ね、が梅北に降りる線路で、遥かとか黒潮が走ってる線路がそろそろ上がってきて、この線路じゃないやんね、この一個下ですね、下に上がってきたこれですね。おー、あー、あの線路、これが北に降りる線路、はいはい、なるほど。ここで環状線と合流して、で逆方向に行くとさっきの梅北の地下エリアにつながるところです。岩井州最後ですかね。ちょっと、あ、ほらほら、通天閣、通天閣、あれ映って、あ、映ってない、赤、赤見えへん。いや、すごい、なんか緑が増えてきましたよ。今、場所で行くとどこなの？奈良に入りました。あ、もう間もなく、もう王子駅。あ、間もなく王子駅。王子駅行ったら奈良県。そうです、奈良県です、ね。あ、川綺麗です。あ、川が綺麗ですね。大和川。大和川。なんかね、JR 西日本のこの大回りしてると、はい、昼間の電車移動じゃないですか。普段デニムツアーは車が多い。正直ビール飲みたくなっちゃうね。プシュッと音が聞こえてきそうな。プシュッてやっちゃおうかなって思っちゃいますね。天気もいいし。ね。はい、ということでまだまだ旅の途中です。岡山模型館のツイッターの中の人と、ね、旅してって、実は朝某駅から6時半ぐらいにもう実は我々大手、今9時3分着、すでに2時間半ですよ、あっちゅうまで。いやほんまね、鉄道の旅ええもんやな思ってね。で、まあ、これ可愛らしい、お尻向いてますけど、これは、川崎鶴見臨港バス、まあ、略して臨港バスのキャラクターのリンちゃんじゃなくてリンタン、かわいいよね、いつも連れてるんで、ね、はい、ということでリンタンと売ってるんで皆さん買ってあげてください。ほんまやね、これ、どこで売ってるんですか。で、あの川崎駅のセブンイレブンとか京急のショップとか通販で、セブンイレブンとかで売ってるの。京急グループの。なるほど、ということで間もなく奈良に着きます。え、マホロバ線、何用マホロバ線、あ、綺麗やん、どうちょっと、あ、2両編成、綺麗ね、この緑ね、これやっぱ新車綺麗ね、綺麗ですね、色がワンマンとか普通とか変わるんや。桜行き、あ、今度岡山にもこれと同じような新車が、へえ、来るんですよ。このワンマン列車のドアが全て開きます。ああ、なるほど、なんか今まで運転席のとこしか開かなかったのが全部開いて開閉にお客さん乗るようになったんです。なるほどね。お、ローレ線旅していませんか。あ、いいやん、ジオラマ綺麗なんですけど、お前これジオラマの線で宣伝してくれてんのやね。で、今からこれ関西線、あ、ここまで伊賀は行かないですけど、これが笠木駅、そうですね、笠木駅、こっちが伊賀上野駅、伊賀上野駅行きましたよ私、ね、関駅行ったことないわ。関もいわゆるなんていうんですか、宿場町みたいな。でこういうね、関西線でほっと一息、ローカル旅しませんか、いいじゃないですか。あ、向こうに立体線路って言ってたね。立体線路、これなんですか、1周年記念フェアやってますよ、歴史文化村。これ音楽かける鉄道、こんなイベントやってんの。3月19日この方たちが出てくる。なるほど、あ、久野さんとか来んねや。ですね。あ、福原さん来んねや。ですね、すごいですね。ね。19日、来週日曜日。はいはい。奈良でイベントがあるようでございます。これね、線とか、ほんま日付、毎日これ変えてんねやわ。ね、立体線とか。そこに置いていいんですか。かわいいけど、またぴったし余ってるのすごいね。線とくんとリンタンのコラボ。はい、で、これがこう奈良駅の改札ですね。はい。で、もう一個ね、ちょっと私は個人的に興味あるのがこれですよ。ステーションブースっていうことで、これ多分あれですね、なんか勉強とか仕事ができるね。え、15分275円。へえ。家に置いてあるんですか。家に置いてね、ここから出てくんなと。働き方快速、改革じゃないね。ですね。でもすごいですね、多分コンセントも Wi-Fi もあって、あー、このなんかあれなんでしょうね、この大きさがあるにいいんでしょうね、大きすぎないのが集中できるぐらいの。あ、今こういう時代なんですね。 あれラッピング車両がそういえば今回今からの関西線に、あ、これですか。あ、そうです、これです、これです、これに乗れるんですか。これの下のやつが、ほう、この電車来るかどうかわかんないですけど、はいはい、ラッピングがつい最近ほら3月、なるほど、
でこっちはね、昨日僕森の宮の下ここで見たんですよ、はいはい、これ先のと大和路快速これ緑になってる、これは来ないんですか、この後乗る電車には来るかどうかは分かりません、ね、なるほど、了解で、セブンイレブンがあるけど僕たちは入れない、そうや、これ目の前にあるのに大間にあるんですけど、このセブンイレブンの入り口は外なので出れない、そう、JR 西日本の大間りは改札の外には出れないというのがね、ルールになりますんで、はい、そうですね、じゃあ行きましょう、はい、え、これどういうことなんですか、奈良線が変わるんですか、線路が1本で行き違いしなくちゃいけないから、はいはい、伏線、伏線の部分が増えるんですよ、お、それはいつから、18日から、はい、あ、5分短くなる、さらに時間も短くなる、昨日ね、ちょうど僕乗ってきたんですけど、はいはい、お前何しとんねんって言われてるんですけど、ほとんどの区間新しくなって、あ、これ新駅舎ができるんですか、あの駅舎も新しくなってます、ね、6時像、そうです、へえ、改装を見送って、はい、そうね、この動画はじゃあパート2にじゃあこれから、そうですね、はい、じゃあ続きは、はい、いってらっしゃい、続きはまたデニムチャンネルで。